こんにちは、こんまりこと近藤まりえです。ただいま移動中でございます。この移動中をときめく時間にするコツ、アイディア、いや、興味あります。とにかくアメリカって車社会なので車の移動の時間が長いんですね。じゃあそんな時に何をしているのかというと、しりとり。ああ、しりとりしてる。しりとりしてる。本当はなんかもう今さ古典中の古典なんですけれども、でもね、ただのしりとりではなくて大体テーマを決めてやってますね。例えばどんなテーマでやってますっけ？子供が生まれる前の時は、うん、どんな子に育てたいかしりとり。あ、それはそうですね。あいうえお作文だ。あいうえお作文だ。そうそう、あいうえお作文で間違えた。そうそう、あ、愛嬌のあるみたいな、インターナショナルなみたいな感じで、こうあいうえで順番でね、子供がどんな子に育ってほしいのかみたいなのをやっていたり、これね結構楽しいです。おすすめですね。あの子供の頃の経験しりとり、意外と夫婦とかで何年もね結婚してて知り合っていたりとか、まあね、主婦だけじゃなくてお付き合いしている方の場合もそうなんですけれども、意外と小さい頃のこう経験ってまだ知らなかったりすることってあるんですよね。例えば我が家の場合、焼肉屋の後は本屋とか、私 の小さい頃は家族で焼肉屋に行ったら必ずその後に本屋に寄るっていう風習がありまして、だからそれ聞いてびっくりした。たくみさんのあとは何でしたっけ、びっくりしたこと、トロッコに乗って遭難って言って、遭難だから遭難未遂みたいな。たくみさんはね、あの、たくみさんすみません、私の夫はあのみかん農家、ご実家がみかん農家で山があるんですよ、ご実家の裏に。その山にこうトロッコがあって、そのトロッコに3歳の時に一人で乗って、でレバーを引いたらガーッと山の中に入っちゃって遭難したっていうね。あれ何時間後に見つかったんでしたっけ？夕方、とにかくそう、夜遅くに、ね、怖すぎて時間の感覚とかなくて、どうやって帰ったかもあんまり覚えてないっていうとかね。大抵の人にとってはどうでもいいことでも、やっぱり家族だったりとか、ね、あの仲良くなりたい大切な人のそういう話を聞くのって幸せじゃないですか。あのしりとりの時もこうテーマを決める時に好きなものっていう風なあのテーマでやって、好きなものっていうテーマでしりとりをしていくと、これもまたね意外なものが出てきたりするんですよ。たくみさんが例えばビジネス、酢醤油が好きですね。雪見大福。雪見大福美味しいですよね。美味しい。靴の裏を磨く。そう、私あの靴の裏の磨くのが好きで、あのただ靴、普通って靴って磨くじゃないですか。でもね、靴の裏も磨いてみると、そのスッキリ感って凄まじいんですよ。ぜひお試しください。磨く、またくだ。クラシック音楽、またくだ。ちょっと待って、クラシック音楽私好きなんです。九頭竜神社、これあれですね、箱根にある神社なんですけれども、あのこれはご縁、縁結びの神様としても有名な神社ですね。独身の頃はよく行ったものです。聞きますよ。じゃ あ意外とじゃジャンプ読んでる。恥ずかしいこと言わないでください。やだ。そうですね、あのジャンプ、お前がジャンプが、まあね、昔の少年は全少年がジャンプ読んでたと思うんですけれども、ジャンプを読んでいたので、それをあの毎回毎週読んでおりまして、確かにだから意外とジャンプネタで話が合うっていうのはそうなんですよね。結婚した後に発覚した事実かな。いや本当ですよね。こんな感じであのしりとりをすることによって、普段あの知れないお互いの好きなものだったり、なんなら自分でもあ、こんな言葉出てきたんだみたいなことにびっくりするわけですよ。
不条理とか言ってしまいましたけれどもそういうね自分の中でもこう出てこなかったボキャブラリーっていうのがこうしりとりによって出てくるって結構面白いんですね。これもあのドライブ中にやってみるととてもおすすめなのでぜひ楽しんでみてください。というわけで今日は、ドライブ中の時間をときめく時間にするポイントについて、お話しさせていただきました。何今実は日本に帰っておりまして、あ、なんかこんまりチャンネルです。こんにちは、近藤まりえです。今日はオンラインの片付けコースのご案内をさせていただきます。このコースは世界中の皆さんが実践していただいているこんまりメソッドの片付けをバッチリマスターできるコースになっています。洋服の畳み方から収納、そして一番大切なときめきの感じ方まで、片付けに必要な全ての情報をこのコースにギュッと詰め込みました。このコースによって片付けを終わらせてときめく人生を手に入れましょう。一緒に頑張っていきましょうね。